はい、おはようございます。じゃあみんな何今回ああいう風にね、じゃあ反対という半分の人が反対とか言うね、報道が流れて賛成も反対に分かれた状態で、じゃあみんなはどう思ったわけ、あのお葬式を見て、国葬を見てどう思った、結局結論、あ終わったなって、じゃあ次の話題は何かなじゃない。今が国葬がすごいね注目されてるだけで、次なんか事件とかね叩くとこあれば次に行くって感じでしょ。あれは叩きやすかったじゃん、めちゃくちゃね。うん、次はし、なんだっけ、静岡かなって私思うんだよね。うん、うん、大丈夫だよ、だって藤見ちゃんがいるんだから、みんな藤見ちゃんを怒らせたら怖いこと知ってるしょ。私だって何回も怒られてんだよ。なぜ逃げ場って言ったらすんげえ怒られてさ、昔ね。ねえ、奈々さん、私のこと、ゼニゲバって言いましたよね。何か私に不備があるなら、私は謝りますけど、何も言われる筋合いはありません。みたいな。すごい正論でね、責められてね。私、土下座して謝ったがすいません。つってさ。いや、持ってないよね。ごめんね、配信中に。おはようございます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか、うん、数点聞きたいことあるんですけど、はい。もう電話切っていいですか？もう電話切っていい？うん。え、どういうこと？電話切っていい？いや、嘘嘘嘘。ちょっと待って。藤見ちゃんなんかピリピリして寝てないの？してないよ、別に。なんか怖いんだけど、テンション。大丈夫？あの、むしゃぶ。なんか気合入りすぎてむしゃぶるい？大丈夫？いや、そんなことないよ。普通にもう。緊張してる？ちょっと。緊張は、まあ一応なんかね、無事に終わるといいなっていう。ああ、そうだよね。私も微力ながらね、力になるか、藤見ちゃん。なんか困ったことあったら言って。ありがとうございます。ね、参加もね、風間くんに釣られてしてもらって。ぶっちゃけさ、あれでしょ、桃子ちゃんが言ったんでしょ。藤見ちゃんに。私を入れろと。誰がってわけじゃないけど、ちょ、私はほら、奈々さんがほら、コラボはしませんって結構前から言ってたから、今はね。うん。だから、迷惑かなと思ったの。それでなんで急に誘ってきたんだって。もう終わりかけ。いや、でも、じゃあ、でもほら、仲良しだし、うん、言わないでっていうのもちょっと、やっぱ、私もあれかなと思って。まあね、今までキャスカフェとかさ、ギガフェスとかいろいろ出たもんね、一緒に。散々ね、お世話になってるし、私も声一言もかけないのもやっぱちょっと失礼かなと思って、うん、まあ、断られる前提でね、一応聞いたの。私もぐちぐち言ってたもんね、朝の放送でね、藤見ちゃんに誘われないとかさ。ハトもいっぱい飛んできてたし。めんどくせえな、みたいな感じでしょ、また。え、違う違う違う。いや、だって来てくれるのは、それはほら盛り上がるからね。そうかな。力になれればいいけど、今日はおとなしくするよ、私は。藤見ちゃんに。いや、なる。いや、そんなことないよ、別に。そんな、違う違う。私も変な気遣いすぎちゃったっていうのはあるんですよ。だから。うん、だって、海老蔵さんはさ、私のね、クレーンゲームのガラスを割るとか言ってんじゃん、あのじじいは。いや、あの人は口だけだから、絶対。だったら私はニットを取るよ、帽子を。取っちゃう。もうどうする、全部なかったっけ、頭の。どうしようかね。UFO キャッチャーの景品でないのか、ズラみたいのさ、それ取ればいいんじゃない。でもあそこすごいいろんなのあるでしょ。あるあるある。食べ物かな、人形もね。だからあの一瞬で帽子を付け替えるみたいなマジックやれば、それでパッみたいな。安心してくださいみたいな。そうだね。あ、それで聞きたかったのが、なんか、リアトツは OK になったのかな？リアトツ一応施設側もそうだけど、一応来てもらうのは全然大丈夫なんだけど、うん、まあほら、あんまり周りに迷惑かかんないように。あ、そういう感じね。そうで、プラス、配信者さんによって、うん、まあ、企画中は来ないでっていう人もいるから、それは各自確認してください、リスナーさん、ね。ああ、その、枠の人に。
そうそうそう、配信者に任せますって感じ、結局は。で、できればプレイしてってほしいよね、一回ぐらいね。来るんだったらね。だからお店的にも、まあ、遊んでってくださいなんだけど、うん、そのゲーム、この企画のやつは、一回だけリスナーさんにやってもらっていいんで、説明で書いといたんだけど、LINE の。例えば10人来たら10人リスナーさんがやってってくれていいってこと？あ、違う違う違う、その人が1回だけ使えるの、上手い人ってのはもしいるんだったら。あー、だからお助けカードか。そう、1回だけね、そのゲームの中で。1回だけ？だから、変な話、その、上手い人来てって言って来てもらうのはあり。1回使えるから。1人ぐらいはいるかな、めちゃくちゃ上手な人。いや、いるかもね、得意な人だって。リスナーさんでも普段やってる人もいるかもしれないし。それはさ、プレイの回数も1回だけってこと？一人で。そう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 。ああ、じゃあ本当に。1回だけ使えるよ。だから本当に自信あるよっていう人が、うん。ね、もしそれ取れなかったらそれだと面白いじゃん、別に。あ、まあね、リスナーさんやってね。その金は私たちが払うの、リスナーさんと。それはどっちでもいい。で、いろいろ計算したんすけど、何時間プレイする時間だっけ ?2 時間だっけ一応、まあ、押したりするかもしれないから、多少短くなるかもしれないけど、まあ一応2時間は予定してます。約2時間。じゃ、ぶっ通しでさ、UFO キャッチャーやるんだって1万円以上はやっぱ持ってかないとダメだよね。あそこでも、あれゲームによって金額違う ?200 円かな、大体。あまあそこはね、うん、頑張って、収益もつけれるんで、一応。あ、収益も OK なんすね。一応施設側に確認したよ、収益大丈夫。ああ、じゃあ大丈夫だ。そこで回収すればね。まあ一応賞金は出すんで、まあ、買って5万円、ね。本当に5万円もらえるの？甘気味ですけどね。いや、うん、すごい。でも1位だけ？ 3 位までは出ないとか。いや、1位だけ。1位だけ5万円もらえるんだ。そう。いや、燃えるわ。1位になれば、プラスになるじゃん。だってそういうさ、企画とかって1万円とか多いじゃん。うん、いや、だから、安いとみんな燃えないかなと思って。いや、マジで破格だと思うよ、藤見ちゃん。5万円なんて。5万円にしたんですよ。出しすぎなぐらいだよね。次は、いや、次からもし、シリーズ化したら大変だなって感じだけど。10万円無理？藤見ちゃん。ちょっと先生先生、まあまあ、1回目だからさ。まあね、ちょっと。じゃあ、2位の人が3万円で、3位の人が2万円とかさ。5、3、2とか。あ、そっか。2位と3位もつけるって。つけません。でも1位5万円の方が絶対盛り上がるよね。じゃあ1位の金額をその分上げた方がいいかなと思って、ね。うん、そっちの方が絶対盛り上がる。バラつかせないでさ。うん。そう。だったらみんなもう必死になってやる感じやってくれるかなと思って。そうだね。そう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 。で、なんかドレスコードみたいなのあるんすかね。なんかこういう格好はダメよとかさ。いやー別にないけど、うん、まあ、普通に外に出れる格好だったら。私、ふんどしで行こうかなと思ってんだけど、そういうのはダメかな、迷惑になっちゃうかな。ふんどしって何？どういうこと？なお尻が出てる感じ？ハッピーで、お尻がポロンって出てる感じ。それはちょっと風営的に無理かな。そう、だったら、スパッツの上からとかじゃないと、ちょっとあれかもしれないね。うん、あー、ちょっと肌色のとかね。とか、まあ、黒でもスパッツ履いて、その上からふんどしだったら別に見えてないでしょ、だから。あ、そっか。出してないでしょ、だから。いや、ほら、お店的にちょっと、ケツ丸出しの人いたら、それはきついとか。前鏡でね。そう、だって鏡んだらもう、ね、ベロって出ちゃうでしょ。そうだね、後ろが匠くんに入れられちゃうかもしれない、ズボってさ。そう、あ、ワンチャンあるかもよ。ナーボーさんとか。ね、うん、ナーボ最近溜まってそうだもんね。現場ってやってたの。ラクーバってやってたね。ワンチャン野田さんが入れてきちゃうかもね。ずっと。いや、だから、まあ、ドレスコード、何本当になんかそんな格好すんの？いや、ドレスか、綺麗な格好か、お笑い系か悩んでたんだけど、まあ、まあ、ドレスで行くよ。でも風間くんが来るから綺麗なのがいいんじゃない？そうだよね、メイクちゃんとしてね。ですよね。風間くんが来るから。でも風間くんはさ、あれでしょ？何？富士見ちゃんち泊まるんでしょ？いや、だからほら、別にあの子だけほら、群馬で遠いからさ。うん。
うち泊まってくれていいよっていう感じで、まあ普通に泊まりますみたいな感じなんだけど、うん、来る？ナノさん。いや、私は、やっぱりね、藤見ちゃんに花を持たせるっていうか、その、邪魔かなと思って。いや、別に楽しそうだよね、3人なのね。え、いいよん、そんなの。だからいいじゃん、だったら。でも次の日、あれ、企画があるからダメか。いや、絶対ね、藤見ちゃんリスナーさん2人のを見たいと思うんだよ。私いらないと思うんだよね、本当に。本当の話に。そんなことないよ、別に。ん？だから2人で、なんか、めっちゃお酒とか飲ましてさ、それさ、豪快だからね、藤見ちゃん、酒でやらせてる。別にほら、やっぱ気持ちをね、緊張するからさ、彼は。きっと最初だしね。じゃあ、私は今回お断りしようかな、それは。あ、そうなの？うん。次回お借りしていいかしら。私もあれよ、別に変なこと別にするわけじゃないよ。うん、じゃ逆にね、藤見ちゃんと風間くんのやりとりも見たかったわけよ、私はね。ね、家でニヤニヤしながら見たいな、みたいな。でもさ、打ち上げとかも考えたんですけど、場所が結構だから、帰り困る人いるかなと思って。あ、打ち上げね。あ、それも聞きたかったな。いや、打ち上げやろうか迷ったんですけど、終わるの10時でしょ？うん。さ、ほら、電車で帰んなきゃいけない人たちってさ、その後困るかなと思って、次の日の予定もあるから。まあね、場所的に田舎だもんね、ここね。だからほら、都内、の方が便利な人が結構困っちゃうかな、みたいなさ。だその時の流れで。まあね、各自やればいいと思うしね。まあ、そうそう、電車がちょっと困るよっていう人はあれだし、もしちょっとご飯食べたとか食べたりとかしてもいいしね。そうだね。感じなんで、よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。はい、すいません、なんか。はい、楽しみにしてね、ふじみちゃん。はい。じゃあ、後でまた今日。はい、お会いできる楽しみにしてます。はーい。はい、お疲れ様でーす。はーい。楽しみあとで、よく映るって言われるのはオカマ言葉。私がの配信とか見てるおばちゃんとかさ、リアト作るとみんなオカマ言葉になるから、あらー、ナナちゃん、素敵よー、とか言って、まーって彼氏とはどうなのー、あら、すごい、やだー、とか言うんでみんな。おばちゃんね。特におばちゃんが映りやすいんだけど、あれすごいおしゃれーとか言ってさ、ね、おかましか使わないでそんな言葉さ。いや、めっちゃおかま映ってるやんとか言ってさ。知ってる？あらまーって言葉は、同じ言葉で同じ意味合い持ってる国があんのよ。ルーツ。あらまーって言葉は、イスラエル語、でも、同じ意味なんだよ。あらまーってね。その、驚きとかの同じ意味なの。日本語と、イスラエル語じゃなくてなんだっけな。どこだっけ？日ユ、あ、そう、ユダヤ語と日本語ってめっちゃね、そっくりなとこあんのよ。あとなんだっけな、ワッシュ、あ、よ、ワッショイワッショイとかね。よいしょとかもそう。みんなよいしょ、よいしょって言うじゃん。あれもユダヤ語で同じ意味なんだよ。よいしょ、よいしょ、よいしょって遡るときとか言うじゃん。そう、あれも全く同じだし、擬音はシオンでしょ？シオン祭っていうのがあるんだけど。うん。だからもともとルーツは一緒なのかな、みたいな。あとね、なんだっけな、うざとかもそうなんでね。あ、違う。面白いんだよ。ユダヤ語と日本語。あらまーって言うじゃん。どうしたの？理由は何？って意味なの、あっちだとね。あらまーって。まあ、こっちもそうだね。あらーって、まーって、そうだよね。で、ありがとうっていう言葉はもう、私にとって幸福ですって意味なんで、あっちだと。全く一緒やん。意味合いがね。あと、鬼。鬼って言葉あるじゃん。鬼滅の刃とかの鬼。そう、あっちの言葉だと、私を苦しめるもの、怖いものって意味なんだよね。あと、親って意味あるじゃん。親。これはちょっとわかんないね。グルって言葉あるじゃん。グループとかグルって。あっちの意味だと、団結するもの。団結するとかいう意味なんだって。で、コラって言うじゃん。みんなが怒った時、コラって。
それは、お前自制しろよって意味なんだって、あっちのと。めっちゃ一緒でしょ？あと、ソーラン、ソーランって言うでしょ？それは注目せよってね。やーれん、ソーラン、ソーラン、ソーランって言うでしょ？で、八強い、残ったって言うじゃん。八景用意っていうのは、投げ打て、よろしくって言うんだって。で、残ったっていうのは、征服した。残った、残ったってこうやって押し込むじゃん。征服したって意味なんだ、あっちだとね。すごくない？同じ言葉なんだよ。同じ発音で同じ言葉なの、あっちだと。あと、まずって言うじゃん。これまずいって。あっちの意味合いだとね、同じ発音で何これはって意味なんだって。まずって。そうでしょ？で、よいしょ、よいしょは、神様を助けるって意味なんて、よいしょ、よいしょって助けて、みたいな。ねえ。あと、あなたってあるじゃん。あなたっていうの。あっちだと、あなたなんだって。すごくない？な、大食いとか、煽り方も、桃奈々ちゃん私パクってんだよ。なんなんだよって、うるせえんだよとか言ってね。お前ら、いい加減にしろ。これ、リスナーさんからもらったの可愛いっしょ？これ可愛い、シャネルのコップ可愛いっしょ、可愛いっしょ、みたいなさ。もう、そういうのもパクってるから。ね、これかわいい、シャネルのコップ、リスナーさんもらってありがとう。ありがとうね、みんなありがとう。イェイイェイみたいなさ。いやー、この子。だって、桃奈々ちゃんもね、みんなバカにしすぎよ。ね、桃奈々ちゃんとか、あと、ラムメロちゃんとかね、あと、まあ、チーメロちゃんとかもいたけど、すごかったんだから、本当に。もう、アイドルみたいな。タレントみたいな感じだったんだよ。そういう時代をみんな知らないでしょ、ここの人たちは。すげえかったんだかな。勢いが。うん。ニコ生。これからブナマヨちゃんの時代？女帝ブナマヨになるのかな。私ですね、ナーボー、ニコ生、ナーボーは首相なんでごめんなさい。そんなこと言われても、怖いな、なんか怖いな。うん、笑われてるけど、私、何笑われてるか分かりません。すいません。みたいな。ぶなめは分かんないです。何をみんな笑ってんだろうみたいな。アムチン？アムチンはね、やるやーみんなー、俺っちついてこい、イエーみたいなさ。関係ピーみたいな。でも今日は朝方ね、アムチンの枠見てたけど、めっちゃ政治語ってたね。さて、じゃあ行きますか、本日の。ちょっと、10分遅れちゃいましたけど。本日はですね、バトンリレーが回ってきました。マクドナルドの月見パイっていうのをね、10個食べるっていうバトンが今回ってて、ツイキャスの中では。そう。お水をちゃんと用意しときまーす。あ、怖ーい。どうしよう、マジで死んだな。ごめんね、お母さん。今まで、わがままの息子で。すいません。ねえ。ねえ、全部、お金はね、ねえ、税金もお金も全部お母さんにあげるから、これから来るやつね。うん。これから請求される通帳課税も、貯金も全部ね、うちのお母さんにあげるんで。俺は遺言だと思って。うわって何で、ケンジ君には、私のね、新しい iPhone、ね、残ってる iPhone と、あと Apple Watch 全部、家の中にあるもの全部ケンジ君にあげる。私死んだな。パソコンも、ね、ゲーム機も、ね、つけまつげとかね、綿棒とかさ、そういうのね、髭剃りとかさ、うん、カメラとか全部あげるから。うん。よし、行きましょう。月見パイチャレンジ10個。早食いじゃなく大食いになるのかな。これ早食いは危険なんでね。なるべく、なる早で、食べんで。怖い。行きます！いただきまーす。うわ。これはむずいな。あっく。あのさ、あんこが熱い。いただきます、2個目。あ
めてる方。当番。こっちの方が喋ればいいんだよ。邪魔だね。マーブ。ホップにはホップが倒す。オッケー。めっちゃいい感じ。今何個目 ?1,2,3,4,5,6,4 個目。使い始めたのは3年前ぐらいからずっと使ってる。きつい。これ。あ、ずっしりきた。あ、これカスタードだったらいいよね。あっちぃ、あんこあっちぃ。ごめん、ギブアップ、無理、食えない、限界しちゃった、限界、ゲロ吐く、ごめんですけど、あ、いける、これが出れば楽になる、あー、きつい、あんこ開く、口の中がなくなってからタイマーだ。ごめんなさい。苦しい。お腹はち切れそう。苦しい。うわー、結構時間かかったら、あ、苦しい、11分かかっちゃった。いやいや、これ平均より少ないってことでしょ。いや、結構ね、餅がやっぱりね食べれない。お餅とあんこのダブルパンチだから、もうずーっとなんか味飽きるし、美味しくないですよ。サクサクでないし。おつじょりでーす。ゲロ箱後で。